はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム動画でいこうです。ですね、本日、8月の4日、土曜日です。前日8月の3日にリリースされたばかりの、温泉娘湯の花コレクション、こちらをですね、新たなゲームとして始めていきたいと思います。このゲームなんですが、ですね、まあ温泉地が日本全国には3000あると言われております。でその中からですね、まあその場所にちなんだ精霊が温泉娘として出てきて、まあアイドル活動みたいなことをするというわけで、コンテンツとしては2016年に展開がスタートしまして、今温泉娘100人突破して110人ほどいるということで、北海道から、九州、沖縄いたっけなまで、たくさん展開しておりまして、地域活性化の武器としてもやはり私自身注目しているコンテンツであります。まあ今のところなんか声優が前に出てるっていうのは少し気になる要素ではあるんですが、温泉ってやっぱり定番の話題だと思うんで、このプロジェクトが大きくなって、もっといろんな日本各地の温泉を知ってもらえれば嬉しいな、ということで、応援の意味で、ゲームを始めたいと思います。で、今ですね、この正面に映っている人間が、人間じゃないや、精霊なんだよな、が、まあ、温泉娘の、なんですが、この9人が、メインユニット、まあ、アイドルなんで、いわばアイドルなんで、メインユニットであるスプリングスの9人です。で、一番真ん中に、この温泉娘のロゴの上、真ん中にこの出ている子が、やっちゃった。さっきの、でかい、オレンジの髪の子が草津ゆいな、群馬県の草津温泉を、ベースにした、温泉娘です。声が高田裕樹さん。この人はですね、ニューゲームという、まあ、ゲーム会社をしたアニメで、主人公を演じましてですね、あと、ユニット活動ではですね、アイドルマスターシンデレラガールズの、一人としても、出演しております。あと、先月ですね、東京セブンスシスターズの武道館公演という、まあ、声優が、集まったライブが、武道館のライブがあったんですが、その中の、メインのキャストの一人としても出ているので、まあ、センターにふさわしい、声優としてはセンターにふさわしいし、温泉地もやっぱり草津温泉ってメジャーですので、やっぱりセンターなのかなと思います。で、この、レアガチャということで、最初の10回は、なんか、この太鼓かな？その太鼓が、あるんですが、ゼロで、プレイできるのかな？まずは、でも、チュートリアルですね。営業とか、どうも位置情報の、この少な彦というのが、どうも、教える教師みたいな感じで、先生ですね。これが、水木奈々さんが、声をやっております。最初の仕事はガチャを引いて、
娘と出会う娘と出会うか、そうですね、特別に10回ガチャを引かせてあげるぞということで、パラダイス、パラダイスといったら昔琵琶湖の大津の琵琶湖のそばにあった紅葉パラダイスを思い出しますね。今はもうなくなっちゃいましたが、10回ガチャを引きます。小槌を利用して10回ガチャを引きますかということで、OK をいたします。そうすると湯があって、この人が、そう、さっき言ってたあの草津温泉の SR、 多分 SSR とか下手すら UR とかあるんだろうな。なんかそうするとなんか服装が変わって、この服装、あ、さっきの少な彦が、まあ、温泉学校というのをやってるんですが、その温泉学校の制服です。他にもですね、袴スタイルですね、とか、アイドルの、いかにもアイドルの格好のスタイルがあります。ということで、早くもセンターの草津ゆいなが登場してまいりました。さて、次は？お、なかなかスタイルがいいですね。箱根はですね、5月にゴールデンウィークに行ってまいりました。なかなか、あの、奥が深く、あの、谷もすごい、深い。大涌谷ですね。大涌谷は本当に、ロープウェイで、箱根登山鉄道からケーブルカー、ロープウェイで行ったんですが、圧倒されますよね。ブラタモリでも、あの、この、タモリさんが訪れて、その、出てきたとこなんですが、本当あちこちから湯が湧いてるんで、すごいなと思いました。さあ、3人目です。東北の、仙台、仙台、宮城県の、秋保温泉を、モデルにした秋保七湖ですね。お、ツンデレ属性を持ってます。有馬凛花です。ね、有馬温泉をベースにした、まあ、温泉の精霊で、この有馬だけ、まあ、110人今温泉娘がいるわけですが、まあ、有馬温泉って、まあ、温泉で知られた発祥地ですからね。あの、豊臣秀吉が訪れたり、まあ、すごく歴史の深い場所です。なので、この、そのためか、有馬温泉だけは、姉妹2人、用意しております。で、他に有馬風花という妹がおります。それがどうも最初のですね、プレゼントとして、手に入るみたいですが、で、姉と妹全然違って、まあ、すごく有馬凛花はスタイリッシュです。あ、でツンデレでなんかかっこいいです。恋はですね、本宮かな、これですね、去年あの大ヒットした獣フレンズのフェネック役ですね。なかなか魅力的な声と、
キャラをしております。このアニマリンカ、金銭、アニマにはですね、金と銀の2つの、まあ、被害温泉があるんですが、アニマリンカは金の方を担当しております。で、妹のアニマ風花が銀の方、銀の湯の方を担当ということですね。さあ、次は誰だろう。イカホです。はい、これも群馬県の伊香保温泉を、ベースにしている、温泉娘ですね。今人気投票をやっておりまして、その人気投票、まあいろいろなんか温泉地の人がまあ取るなんか好成績、優勝だから3位までかな、を取ると、なんか、このキャラソンが、キャラソンでソロで歌えるという権利を得るらしいです。まあ、そういうこともあって、キャラソンを出れば、温泉のことをしてもらえるだろうということで、結構温泉の人が、投票して、それでなんか順位が左右されてるというのも、聞いたことがあります。今ですね、この投票の中でこのイカホちゃんが、首位です。メインユニットとそれ以外っていうのがあって、イカホもスプリングスだったかな、なんですが、その中でメインユニット組の中の首位ですね。おお、なかなか大人な温泉娘ですね。これがですね、熊本県の黒川温泉、阿蘇山の北に、あります、南大国町だったかなに、黒川温泉っていうのがあるんですが、そちらの温泉娘です。私地図を仕事をやってるんですが、黒川温泉のですね、イラストマップのあれをやりまして、それをですね、なんか位置情報を埋め込んでですね、ストローリーというサイトで公開しております。で、この黒川温泉と、あと、別府に明馬温泉というのが西側にあるんですが、そちらを公開しております。他にですね、昔の有馬温泉とか箱根温泉の、地図も公開しております。URL、掲載しておこうと思いますので、忘れてなかったら掲載しますので、よろしければ見てください。さあ、次は誰だろう。来たー。なかなかお気に、温泉娘ですね。熱海も私、5月に行ってまいりました。なかなかもうビルが立ち並んで、最近はすごくインバウンド。東京から電車で2時間弱なんで、普通電車でも、非常にアクセスがいいところということで、インバウンド向けに一時寂れてたんですが、復調気味です。静岡県は熱海、伊東、あと、どこだったっけな、なんか、伊豆急下田の近くのあたりに、観音だったかな、温泉があって、まあ、伊豆地方、まあ、伊豆って火山の、半島なんで、伊豆も箱、あと箱根もですね。そちらの方に温泉地が今、温泉娘が集中しているような状態です。声がですね、本土楓さん。まあ非常に今、2015年にデビュー以降、ウィーラッシュ中の、声優さんですね。
おお。北海道の銀山温泉ですね。メガネっ子属性。メガネっ子って言ったら、ゲロ温泉のゲロミツキもそうなんですけど、ゲロミツキはもうちょっと大人びてるのに対して、ちょっと、ロリ的。でも足は結構長いですね。さあ、あと何人なんだろう。おお。コンピラ来た。コンピラ。コンピラ、琴平ですね。香川県。の音声娘。まあ、コンピラ、八幡宮だったかな、コンピラ神社がありまして、すごく高い階段を登っていって、私、2017年の正月に、行ってまいりました。すごく、人が並んでいたこともあって、初詣で、1時間半ぐらいかかりましたね、下から。そんなにかかってないかな？その、下の温泉地も相当充実しておりまして、アクセスも JR もあるし、琴電もあるから、両方、結構高松から時間がかかりますが、行きやすいとこです。いずれここ泊まりたいなっていう温泉地ですね。鬼怒川温泉、栃木県の鬼怒川温泉ですね。日光の、北側にある温泉地です。東武鉄道が、乗り入れているんですが、特急も、浅草から直通はしているんですが、どうも最近なんか元気がなく、営業してないで、なんか、の温泉地もあるということで、まあ、川沿いの、鬼怒川の川沿いの温泉地。川がもう見れる。川の流れが見れる温泉ですね。これから、インバウンドでまた、建て直してこれるのかなっていう気はします。日光の東照宮によって鬼怒川で泊まるという流れが、まあ、東部が構築できれば、また戻ってくるだと思いますが、さて、どうでしょう。これが、以上ですね。一番、SR が草津ですね。さ、このようになっております。これらの、まあ、これは温泉娘の一部です。次は娘を編成しに行くのじゃってことで、タップします。出会った娘たちを確認することはできると。この少な彦気になるのは髪型が有馬風花と同じなんですよね。服装もすごい似てる。有馬風花、ひょっとしたら裏でその少な彦の分身だというような ストーリーないかな。まあいいや。確認しまして、ユニットをします。アイドル活動をするんで、ユニットを、組ませて、まあ、アイドルマスターみたいに活動させるんでしょうね。まあ、とりあえずやるが早い。センター、まあもちろん、強制的に草津結菜になるのか。あ、センターなんで草津結菜しかないですね。レア度も含めて。で、おすすめすれば、自動的に選ばれます。
あれ、有馬凛香がいない。あ、でももう強制的にイベントやるのか。営業。許可します。これ、これはキャンセルします。これ場所出ないだろうな。これ移動してすることによって、ポケモン GO みたいに移動することによってですね、出るみたいですね。今はまあ家でやってるんですが、動画向きじゃないのかな。復活アクセスを押すのだ。これで小判を手に入れられました。ただし一度アクセスした営業ポイントはしばらくアクセスできなくなるということで、まあ、移動しながら営業ポイントを得て小判を手に入れるという流れなのかな。で、多分温泉に行くとそこでポイントがあるから、外に出させてポイントを稼いでということなんでしょうね。動画にしにくいな。関東州。で、草津伊香保のある群馬。ああ、なんか、土下座してますね。なんか、バトルものになってる。草津ゆいなを配置します。これをするには時間がいるのか。巡業がトレーニングみたいなもんですよね。あ、でもこれでユイナを巡業に行かせたぞということで、全国の勇者とライブができる。タップします。なるほど。ライブはファンを集めたり、無線は信頼を深めることができるのじゃということで。おっと、サポートがありますね。おっと、しかし、なんと相手ユニット、早くも敵対組がある。さあ、サポートをします。そうすると、なんか SR の、音声娘がサポートとして出てましたね。これが、愛媛県松山の、音声娘、道後泉です。トラブルシューターってなってますね。さあ、体力があるみたいです。ライブすると体力減るみたいですね。10人で。おっと、牽制が入った。バトルがある。おっと、なんか、コンテスト形式で、ポイントが。なんか、新、プロレスの5対5、マッチバトルみたい。おっと、圧倒的に差がついた。今度は銀山対。今はとこ有利に運んでおります。さあ、草津、熱海。ちょいなボーカル。ちょいなが、掛け声です。音声娘の。うわぁ、おいおい、瞬殺だよ。圧倒的です。これで、終わりました。ああ、そうか。有利になると、ポイントが加算されるのか。格差社会。これで、ランクは、が2に上がって、ファンも増やす。おっと、エピソードがあるみたい。
お、かわいい。これなんだろう。設定があるみたいですね。スキップできるみたいです。お、おっと、事案だ。カピバラ。温泉にはカピバラですね。お。で、報酬を受け取れます。報酬をどこで受け取るの？腕時計。これで、時刻を短縮させるということで。まあ多分普段人数揃えて計画的やるんで使わないと思いますが、まあ、チュートリアルということで、なんか手に入れたぞ。なんだろうこれ。セタート将軍。小槌ですね。活動になんか必要になりそうですね。温泉娘か。まあいつも通りこれで行ってみましょう。生年月日は教えないよというわけで適当です。おっと、これ未成年の方がってなってるんで、もし有料コンテンツ投資する場合まずいな。まあこうしましょう。温泉娘たちをトップアイドルに導くために頑張るがよい。誰だろうこの後ろ。ログインボーナス。デイリーボーナスみたいですね。勇者さんって言ってるのか、勇者は勇者にちなんでるのかな。なんか温泉娘の活動の中ではそのファンのこと、サポーターみたいな感じですね。ファンのことをポカ旦那、ポカ女将って、呼んでおります。ゲームではですねそれが使われずに勇者っていう名前になってますね。それはなんでなんだろう。おっと、来た。ですね。SSR が来た。受け取りましょう。さっき、有馬凛香を紹介しましたが、妹の有馬風花。これが、配信記念特典ということで、出ます。自分は風化推しなので、風化を、メインに育てたいなと思います。というわけで、他に、いろいろもらえるようですが、ガチャチケット、特に説明があるわけじゃないのか。とりあえず、一括受け取りしましょう。
クセスポイント、この辺はよくわからないですね。まあなんせ可愛いんで、自己紹介ってなんだ？これが ID ですね。ID は、そうですね、貼っつけておきたいですね。皆さんの勇者、まあ、ポカ旦那、ポカオカミって言っていいのかな、を仲間になりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。では、推し娘がいるみたいです。推し娘はもう、アニマ風化なんで、これに変更したいと思います。あれ？変更できない？いや、変更されてるな。背景も変更できるみたいです。なんだろう、かわいいにはいいんだけどな。あと、レッスン上に変更できたりするですね。ちょっとな、この、椅子に違和感を感じるよな。ここはやっぱり座卓でしょう。さてと、風化な、有馬風化です。非常に何歳だったっけな、14歳だったっけな、かわいい、娘なんですが、一つ気になるのは、髪の下の影なんですよね。これがなんかね、すごい霊感が強いという話なので、その霊感、結構闇を感じるんですよね、この影に。他の温泉娘はこういう影がないか、あってもそんなに強くないのに、この風花ちゃんだけは、すごく影があるんで、なんか闇を感じ、実は闇を持ってるんじゃないかなという、気はします。声優はですね、小林さんちのメインドラゴンの、ドラゴン、メインドラゴンのトールをやった桑原祐希さんです。当て？どうしたんだろう？ストーリーがあるみたいですね。なんだろう？この貯金箱みたいなのは。あ、なるほど。小判がプレゼントされるのか。貯金箱はマックスになりましたということで。メインストーリーか。まだ解放されない。チュートリアルをやらないとダメなのかな？なるほど。ガチャは？もう優勝になっちゃいますよね。それはそうで。その通りで。あ、でも10連ガチャ引けるんだ。もう一回行ってみましょう。お、温泉地来た。あれ、さっき見たよ。さっき見たよ。なんかあるんかな？レア度が違うとか？いや、レア度は一緒か。だから重なるか。来た！これ。坂月。これがですね、広島県の、廿日市市かだったかな？宮島、厳島の、向かい側、本州側にある、まあ、小さな温泉地、宮浜、なんて呼ぶんだろう、ですね。宮浜温泉をベースにした温泉娘です。
まあ、静かな喋り方ですね。伊沢こうということで、なんかどっかで見たような外見ですね。メガネに。髪型は違うけど。お、湯河原いろは。音声娘全体に言えるんです。足がすごい長い。モデル体型ですよね。なんと、等身はともかく、足がどれぐらいあるんだ？っていう感じで。まあ、ヒールは履いてるんですが、それでも長いよな。湯河原は、静岡県だったかな？の、熱海の北にある隣ですね。鉄道の駅でいうと、湯河原温泉の湯河原いろは。これはどこの場所かわかんないな。温泉地の名前書くべきですよね。日本のどこにあるかっていうのを。もっとリア度高い？秋田県の、乳頭温泉をベースにした、温泉娘です。あっかりーんです。伊藤もゴールデンウィークに行きました。シャボテン公園とかですね。大室さんの、まあ、火山には登らなかったんですが、その脇にあるシャボテン公園に行ったり、城ヶ崎海岸に行ったり、ですね。伊豆高原を楽しんで参りました。この伊東、まあ、静岡県の、伊豆の温泉地なんですが、声をやってる鈴木恵里さんが、4月から6月へアドバンスという2期をやってたんですが、そちらが、伊東を舞台にしておりまして、その主人公をやってるという縁で、鈴木恵里さん自身は別に、伊東とか静岡県には関係ないんですが、まあ、役柄としてですね、アマンチュの主人公をやってるということでですね、伊東とかですね、熱海がすごく出てきまして、地元の人とか伊東知ってる人だったらクスっていうような、良いアニメでした。まあ、そのつながりでですね、起用されたということで。期待したいと思います。期待したいと思いますってなんだろう。お。どこだろう。今、一瞬、最初に言ったんだけど、聞こえなかった。なかなかいいですね。石神井だから行場なんだろうな。なんか格好がもはや温泉じゃないような感じはするんですけど、佐賀県の嬉野温泉の温泉娘ですね。SR ついに出ました。これもなかなかモデル体型だよな。みんななんかスタイルがいい。風花ですらなんか結構
足が長くて、なんか成長するとモデル体型になりそうだよな。で、やっぱり自撮りが、嬉しおりっかに戻ると、自撮りがすごい得意で、なんかビューティープラスをしてそうです。おっと、なんだろう。なんかすごいことものが出そう。おー、来た！ SSR 来たよ。SSR。すごい。和歌山県の、白浜温泉ですね。白浜ほなみ。ホワイトロイヤル。なんでだろうな。白浜には昔、泊まりに行ったことはありますね。関西圏から行きやすい、黒潮で行きやすい温泉地です。空港もあるんで、関東圏からも訪れることはできるんじゃないかなと思います。これが SSR か。ってことは結構、どんな温泉娘も SSR になれる可能性はあるってことですね。まあ、白浜温泉自体かなりメジャーですけど。さあ、これで終わりました。全員出まして、SSR が、1精霊?1人って、まあ、1人って呼ばせていただきます。精霊ですけど。SR が1人。そしてですね、この上を見ていただくと、特技上限解放ということで、なんか、ライブの時かな、技を持ってるんでしょうね。有馬凛花でいいのかなが、2回目が出ましたので、そのボーナスで、プラスになります。まあ、なるべくな、全員の温泉娘を集めたいんですけど、まあ、こういうふうに、重なると、能力がアップするとかいうメリットを無視できないところです。お？さっきの、SSR が出ましたね。お、なかなか衣装が、ライブ衣装だろうか。いいね。いいです。で、ご覧の通り、お、結構いいじゃん。道後泉。鬼怒川。黒川もいいですね。なるほど。ダーミナか。黒川さん。なんか結構やっぱり有名な声優さんが集まってますね。塩田みなみは、さっき少し、触れたのかな？東京セブンスシスターズの、センターをやっている、武道館のライブをやった、東京セブンスシスターズのセンターをやってる声優さん。長井梨花はですね、今期、遊び遊ばせという、まあ、ギャグかな、シュールギャグを、のアニメがあるんですが、そちらの、メインキャラの一人。富田美優は去年、メイドインアビスとか、ガブリエルドロップアウトで、主人公を務めた、まあ、若手新人気鋭の声優さんですね。まだ二十歳いってないんで、子役の頃からやってるんでね、ある程度擦れてる部分はあるんですが、若さっていうのは武器になると思います。そして最後が、黒川温泉が田中みな実ですか。来年から解散が決まった、ABEX の、アイドルユニット、アイドル声優ユニットの、ウェイクアップガールズ、これ、東北の震災のですね、復興も目的にして、結成されたグループなんですが、まあ、2回アニメ化されて、その中でやっぱり一番知名度のある声優さんですね。いろんな、
ウェイクアップガールズの活動だけじゃなくていろんなアニメを出てます。結構ここに出てる声優さんはかなり若手としてはみんなよく働いているというか見かける人ですね。まあ、いや、さて、巡業できんのかな？おっと、次はですね、伊香保温泉へ向かえと言ってますね。スクロールして、伊香保はどこだろう？おっと、位置情報があるんだ。お、かわいい。どの辺かな、伊香保は。緑市とかあるな。これってどうやって移動するんだろう。なんかもらえる。挑戦できるんだ。もう一度営業に戻ります。訓練する必要があるみたいだな。例えば草津ユイナを強化するとアイテムがいるんだよな。なんか CD 版みたいな特技もあるんだ。まあこの辺は後々やっていきましょう。巡業に行きたいんだがな。伊香保はですね、この伊香保は北じゃないや、こっちかな。いや、今が南の方だから、だったら移動できるんだろう。ユニット名って自分でつけることができるんだ。おすすめ編成が変わった。おっと、白浜がセンターですね。そんなのは許さない。許さないってなんだ。これ入れ替えられないのかな。交代です。交代ですって。これでセンターが有馬風花、妹って書いてますが有馬風花。そんなに能力が高くないのかな。なんか影パラメーターでもあるのか。で、白浜、嬉野、草津という感じですね。巡業に行きたいんだかな。伊香保温泉に向かいたいんだが、どうやって向かえばいいんだろう。あ、時間がかかるのか。移動する。伊香保に直接は行けないのかな。あ、どうも。行けるマスの範囲というのは決まってるみたいです。キャラをタップして、移動。どの辺だろうか。この辺かな。素材アップ、巡業で獲得できるアイテム量アップということで、巡業を開始しましょう。移動です。おっと、今ですね、下を見ていただくと、時間が、6分ですね。ライブ行ってみますか。サポートを誰がするか。こんなの、おいおい、瞬殺だろうっていう感じですが。SR。
なんか仲間がいるみたいですね、すでに。誰だろう。まあ普通に、行ってみるかと思ったけど。難しいな。なるほど。ほとんど草津ゆいななんですよね、今推しが。ランクが低そう。道後泉か。いいね。8時間か。結構かかってるから。基本的にはやっぱり、お更新できるんだ。すごいな。あった。レベル20まで上がってんだ。行ってみましょう。兄は妹が増殖してます。さあ、まずは、草津対、鳥取の宮沢ですね。有利に立ちました。嬉しの対熱海。おー、ビューティープラス。かなり差がつきました。わーっと一気に差がついた。さあ、白浜ちゃん。中が温泉という割にはなんか、和風ロックっていう感じですよね。あ、なるほど。有馬風花を出すまでもないっていうとこですね。おっと、すぐレベル上がりますね。します。しまーす。で、これ移動できるんかな？移動は無理ですね。ランク10解放すると、推しの温泉娘は変えられるのか。おっと、いろんなとこにあるよね。登別行ってみましょう。歌合戦に参加。なんか音ゲーでもやるんかな。おっと、なんか強化武器があるみたいです。下駄な、ああ、なるほど。交換できるものが違うのか。小槌、これはお金で購入しないといけません。この小槌がエナジーなんですよね。ちなみに小槌は今9個しか持っていません。何しに行くんだったっけ？そうだ、歌合戦に参加したいんだけど、その歌合戦に参加するには、ああ、なるほど。高順位でないと歌合戦チケットしかないんだ。本来ならこの歌合戦チケットを手に入れて、本気歌合戦セットというのと、がいると。あとは、この辺は歌合戦のチケットがないんで、今はまだ足りないですね。基本的にこの小槌がないと、活動はできないみたいです。レッスンしてみますか。このレッスンは、コマンで変えるんだ。これで、レッスンを行えると。お、キラキラ光ってます。そうすると、ダンスビジュアル、
ボーカルに分かれている能力がアップするという感じですね。で、それを繰り返していくとレベルが上がるということですか。草津ゆいなもやっておこう。あ、レッスンできない。はい、どうやら巡業が終了したみたいです。なんだろう、このなんか不安そうな。不安そうな、やみそうな顔は。いい感じですね。おっと、なんか、報酬が、おっと、ここは、これだ。チケットが、入手。他に SR のなんか、強化道具を、などを入手したみたいですね。とりあえず、巡業、移動しましょう。イカホってどこだ？今、緑市ってなってますね。前橋、吉岡、ここだ。お、ギリギリ行けるじゃん。おっと、巡業するのは小判が。小判がいるのか。ライブに行ってみましょう。相手ユニットに草津が入ってきたな。草津は強敵です。そこで、とにかく勝たなきゃ意味がありません。白浜ダッシュ、そんなんあったっけ？よし、ダッシュ、早いです。おっと、一発で、勝った？これ、気になるのは圧勝してしまうと、上がり方が、上がり方が弱くなるのかな。会話イベント発生なんて言ってます。車さんってなんだろう。車虎次郎。おっと、ゲロミツキだ。ガチャで手に入れられなかったですね。岐阜県の、ゲロ温泉ですね。ゲロゲロぴょんぴょんっていう呼び名があるです。あります。ですね、勇者氏見てくだされ。ふーちゃん、レースゲームに自分を傾けてます。お、あるあるある。ありますね。あると思います。おっと、かわいい。まあ、そうなりますよね。ガシャーン。やべえじゃん。やべえじゃん。あれ、イカホにいるんだが。
え、今イカホなんだが、これ巡業中なんだけど、体力、何の体力だろうという、どこに行こうかな、天の神。え、ここ伊香保温泉なんだが、名所があるみたいじゃ。隣かな。私をクリアしてアイテムゲットじゃ。ないのか。まだですね。お、そうです。先ほど歌合戦チケットを入手いたしました。しかしなんか危なそうですね。お、スタイリッシュ。登り別はどうだろう。あ、同じ背景？同じ背景。ひとまず、下呂温泉行ってみましょう。なんだろう、これ。え、これソロマッチなの？エターナル。このパターンは追い込み必死のはず。さあ、私に任せなさい。ビューティー、ボーカルチップ。残念。よくわからないうちに破れ去りました。おっと、ライブポイント、あと完全勝利ボーナスっていうのが稼げるみたいです。特にクラス制ではないみたいですね。まあ、特訓しないといけないな。特訓。特訓が、ランクアップなのか。レッスンしましょう。レベル上げておこう。もう娘を連れ
失敗もあるのかな。なんせレベルアップしました。ランク10、今ランク4なんで、ランク10になると、巡業が解放されるという流れですね。みなかみ町だから渋川の左側ってこの辺だと思うんだが、移動が完了するまでこの時間がかかるってことかな。ユニット編成、あ、歌合戦とは別なんだ。別に組まないといけないんだ。阪神ってなんかバタ臭いしな。早速レベル2上げた漆の立花を投入。これで、ちょっとは強くなったでしょう。歌合戦に、この状態で、歌合戦に行きたかったな。サポート娘。って何だろう。得意強化、得意強化をしない。得意が上がると何をする。特に違いがないからもっと上げる必要があるのか。私っていうのがあった。お、歌合戦をしたので小槌をゲット。いいこと言った。メインストーリー行ってみるかっていうか、どうすればメインストーリーが動くのか。娘エピソードかな。なるほど。なるほど、わからんにならなかったらいいけどな。
おっと、単刀直入ですね。あ、おごってもらおうってわけか。うん。おっと、ここは？なんだって？何が起こった？さらに進めていきましょう、ストーリーを。当然ですね。ん？おっと、いい雰囲気？平気平気。驚愕だったのか。驚愕の事実。みんな女子校だと思ってたや。あー、ということは、まあ、慣れてますね。イエーイ。有料ですね。そう、箱根行った時にも、あの、撮影、してもらったけど、写真を撮るのは有料だ、優勝有料だっていうのはあったんですよね。名所あるあるです。うぶ、 そうか、師範学校っていうの、女子校があるんだ、温泉娘は。おっと、さすがにこれは黙り込みます。でもその先がまだ開かないですね。これだけか。お知らせはしっかりチェックだよ。ふうか、いいこと言った？受け取れるアイテムが足をクリアしてアイテムゲットじゃん。ゆうちゃん、体力余ってる？どこかに何かを探しに行ってみないかな？これなんだろう。こうやって貯めていくわけですね。お知らせはしっかりチェックだよ。ふうか、いいこと言った？チェックをしないといけない。営業行ってみよう。あ、下になんかスクロールで流れてきますね。営業ポイントが見つからないわね。こういう時は場所を変えましょう。これは位置情報必須なのかな。
雰囲気はまだ選択できないみたいですね。お知らせはしっかりチェックだよ。ふうか、いいこと言った？さてと、授業完了です。おっと、お仕事終わったよ。ふうか、いい汗かきました。お、いろいろ手に入れましたが、これをタップすると、あ、タップするとなんかな、その場所の案内が出ればいいんだけど、今一歩足りないかな。おっと、伊香保の、そうか、その場所に行けば、その温泉娘が入手できるんだ。そしてですね、確かに近いとこってなると、草津になるんで、草津に行ってみましょう。一回で行けるかな？行けす、南牧村か。長野原町。もっと北だな。移動コマンド使わないと。タックできるんだ。あ、右に届かない。これなんだろう、ハートポイント。ライブで信頼できる、信頼度アップ。これで直接移動できた方がいいんですけどね。小判か。行ってみましょう。さあ、今優等生のイカホをゲットです。で、早速このゲットしたイカホを レッスンしてみましょう。大成功になった。これレベル3まで上がりました。
さ、風花のレベル上げてなかったな。風花もレベルアップです。とりあえずこれは10回溜まったら、今小槌が21なので10回溜まったら行きたいと思います。ライブ行ってみましょう。なんかすごいのが来た。鬼怒川ですね。いい勝負っていうか圧倒しそう。ちょっと絶望的な、かなりの差がついた。おっと、4600はすごい。さあ、しかしまだとどめをさせない。おっと、破れた。相手が強い。さあ、いよいよ助っ人投入。女の世界は怖い。勝ちました。ギリギリとどめを刺しましたね。ありがとうございます。これなんだろう、この新アイドって。あ、ライブは体力ある限りやった方がいいってことか。と巡業すると、早速複雑に移動してみましょう。基本はどうも移動しながらライブするっていうのが基本みたいですね。サポート娘はイサラさんがいるんだけど、こっちがいいのかな。あんまり風花は攻撃力が高くないですよね。この下にある、おっと、パワーアップした。特殊スキルも結構重要なのかも。さあ、どっちだ。おっと、これはすごい攻撃力だ。二人で勝利しました。とランクアップ。
前に巡業へ。さてと、どんどんやっていった方がいいみたいです。レベル上げてあった方がいいのかな。もう1日経ってる人もいますね。いや。かな。おお、決めました。どんどん巡業やっちゃった方がいいのか。箱根ですね。SSR 箱根。おっと。なかなか強敵かも。あ、今回は勝ちました。なんか勝ちました。この上の初期のゲージってどうやって決まるんだろう。おっと、再びランクアップ。どんどん巡業やった方がいいですね。嬉しの草津、せっかくイカホをアップしたんだから、イカホの巡業で、チェンジできないのかこれ。当分はサポートで補うしかないですね。さすがに雲仙レベル上げたとしても苦しいな。やっぱりこれですね。61を39になってると。おっと、すごい。白浜ちゃん、あともう一押しだ。これで拡大縮小できるのか。このマップは、オープンストリートマップを使ってますね。
ライセンスがすごく緩い、みんなで作る地図ですね。早速、サポート娘を聞きましょう。レベル12、ランク2。なんか結構強力だな、つくもさん。つくもさん行ってみよう。相手はランダムで決まってんのかな？あんまり稼働率が良くないのかもしれない。ダウンロードして、大容量データを取ったけど、味方、敵もかも。敵もか。あんまり稼働率高くないのかもな、このゲーム。プレイヤーの。ダウンロードしてみたはいいものの。ほなみごわし。またランクが上がった。そうなんです。一応神様見習いみたいな感じですね。さあ、ライブ行ってみましょう。ライブに行くしかないのか。サトンヌさん8時間か。お？ナス。さあどうだ、いい勝負だが、か、一応勝ちましたね。さあ、嬉野対鬼怒川。圧勝か。あんまりアニマは攻撃力高くないのか。うん？白浜ちゃん弱い？結構。鍛えないといけないのかな。うん、なんとか勝ったが。勝利です。ランクはでも10ぐらいまでは上がっていくみたいですね。ちょっと草津にたどり着きましたら、このゲーム終わりにしたいと思います。これ気になるのがずっと初期の草津から変えてない人が多いよな。熱心にやってる人の方がいいのかなって思うんで。ランクがまた上がった。
あと26秒。最後のライブですね。時間か、サシャさん。お、なんか赤ずきんちゃんみたいな感じ。渋いですね、入刀。ランクは2か。まあ、おっと？さあ、これでアイテムを2ゲットです。名刺はゲットしたもののっていう感じですね。そっか、位置情報が関係なくてもその巡業に行けばゲットできるんだ。で、名所効果で場所に行けば行くほどなんか能力が上がるのかな。だから、いろんな場所に行くことがすごく重要なんでしょうね。ひとまず帰宅しましょう。さあ、お疲れ様でした。関東州しかオープンになってない。巡業から変える必要はないみたいですね、どうやら。名所数まだまだ残ってんだ。まず報酬を受け取ろう。ホームに戻って、お、また歌合戦を入手した。おっと、草津を手に入れた。そこまで、まあ、まあ、やる気と元気は勇気からですね。体力。それが土の子なんでしょうか。さあ、草津ゆいなをゲットです。でも草津ゆいなもうゲットしてるんだけど、どうなるんだろう。さあ、白浜を強化しましょう。なんかすラブリーボイスお友達集合って、使い切っちゃおう。あ、お金使わないといけないんだこれ。例えばこれだったら、あ、なるほど、どれにアップするにもお金がいるんだな。歌合戦か、ひとまず。有馬温泉の歌合戦に行きましょう。なかなか強敵揃いですが、あ、一番勝てそうな。
そうか、ランク10になるとこの歌合戦の2人目を味方に入れられるんだ。だからどうだ、おっと結構いいスコアつけて快勝です。さあふ、うん、やや不利だが結構やられた。さあどうだろう、おっとこれは強い。これセンターとしてなんとか木の先には勝たないと。おっとしかし敗れ去った。さあリーダーなのか、これは勝利。おっとこれは強い。決まったかな、決まりました、勝利です。歌合戦初勝利。完全勝利っていうのがいるんだ。まだあまり遊ばれてないのか。ダウンロードしてみたけれどもいざ参加するにはまだっていうのはあるんでしょうね。ありがとうございます。すごいな、もうあの特技を全部まで上げてるんだ、つくもさん。タップし、なんかあれば、なんかアイコンがあったらタップしてみたいじゃんな、このゆともとか。白浜ちゃんも。押してるみたいですね。シナリオを見るって言ってます。ん？私のところを、まあ、見るのが大事ですね。おっとメインストーリー1話を見る挑戦。あっとここでメインストーリーが解放されている。なんかよくわからないけどってなんだろう。趣味の多様化で温泉業界もなかなか厳しいんだよ。スマホゲームの方が手軽で楽しいしというメタ発言をしておりますね。あれ、ここスマホゲームじゃなかったっけ？おっと、これが草津なのでしょうか？
私調べ。おお、なんか刺激が強そうですね。お、舌生えてるみたいですね。うん。なんか観光大使に指名した某箱根ちゃんみたいだな。神様ですね。カピバラにされるって さっきも出てきた。あれ、なんか飛んだよ。スキップしましょう。お知らせはしっかりチェックだよ。ふうか、いいこと言った。ゆとも増えたかな？増えましたね。ひでさん、ありがとうございます。ユニット編成か。なるほど。この申請がありますね。なってます。逆に申請されてるのか。はい、承認です。ありがとうございます。箱根ですね。全力ダッシュ、駅伝の場所ですからね。この私に従ってやった方がいいかもってことですね。で、次が鬼怒川温泉で巡業するっていうことなので、栃木県がオープンしてるんだよな。少しずつ分かってきた感じはある。さあ、今ですね、どこにいるんだろう、温泉娘。せっかく鬼怒川行くんだったら、鬼怒川の場所がわからない。とりあえずユニットを設置しないといけないのか。でもどうやってユニットを、どこにユニットがいるんだろう。うん、巡業に行きたいんだけどな。
ける場所は、結構栃木って言っても広いですからね。行ける場所がわからん。あ、こうしておくのか。いや、ちょっと待って。ならば、なるべく、鬼怒川に近い方がいい。日光市ってどこだ？ここだ。いきなり投入はできないんだな。あ、足利のあたりにまずは行かないといけない。足利から足利から行って、それで挑戦ですね。さあ、いおりさん、行ってみましょう。うん、しか勝利。もうちょっとです。あ、これは良かったです。早くラック10にして3人にしたいですね、ここは。これで巡業が終了。なんかこうして地道にコインをゲット。あ、なるほど。こういうとこにも名所があるんで、くまなく回っていくといいのか。とりあえず移動しましょう。あ、間違えた。いや、しないしない。移動させる。小判を稼いだ方がいいのかな。なるほど。移動量が多いと、その分、小判の消費が多くて、鬼怒川にたどり着けない可能性があるのか。結構鬼怒川まで距離あるからな。なんか移動するのも金次第なんだ。そりゃ、それは辛いな。出発。風化が迷わないようにちゃんと見てて。
こかに何かを探しに。お、熱海も2つありますね。花火大会2回。ボイスが入ってないのか。というわけでひとまずですね、ここまでにしたいと思います。とりあえず移動して、ライブして移動して目的地にたどり着いて、温泉娘を、手に入れるっていう流れかなと思います。特に地道な巡業が肝心なみたいですね。ですね。はい、また、やってみたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。